はい、どうも皆さんこんにちは、 TI からのプライスと申します。さあ今回の動画なんですけどね、久しぶりにヘッドセットの方を紹介させてくださいっていうのですね、このチャンネル長らくですね、まあいろんな商品紹介してきたんですけどね、おそらくそのヘッドセットの中で一番やばい商品ですというのもですね、こちらロジクールさんの方から出ているワイヤレスヘッドセット G535 というヘッドセットがあるんですけども、しかしこちらのヘッドセットがですねめちゃくちゃやばいです。はい、もうここに現物があるんですけども、こちらのねヘッドセットについてはね、今日はね自分の顔面ワイプつけて、ね、紹介していこうと思います。はい、まあ、ちょっと顔出しマジ久々なんですけどね、ちょっと気張ってやっていこうと思います。はい、まあ初め多分外見とかね、まあいろいろ気になると思うんで、まあ、そちらまず見ていきましょう。はい、でですね、まあこちらのヘッドセット、もう箱からもうめちゃくちゃかっこいいんですけども、まあこれがねめちゃくちゃやばいんですよ。見てください、もうこの箱から出したらもうこれですよ。やばくないですかこれ。で、こちらのヘッドセットの外見がこんな感じとなっております。はい、初開封の証ですよこれ。ペリってね、はい、外して、はい、出てきました。こちらがものですね。もうめちゃくちゃいいですねこれ。多分機能面の方がね気になる人多いと思うんですよ。髪の毛ボンバー、機能面の方がね、まあ、気になる方多いと思うんでね、まずはこちらのヘッドセットのその機能面についてはね今から話していきましょう。でまずこちらのヘッドセットのポイント一つ目なんですけども、まずこちらのヘッドセット、ライトスピードワイヤレスというのが入っておりまして、でこれの何がいいかって言いますと、これね転送速度、情報の転送速度がめちゃくちゃ速いんですね。でこれの何がいいかって言いますとですね、このやっぱりワイヤレスって情報を無線で伝達しますので、その影響によってですね若干ラグが生じてしまうことがよくあるんですけども、しかしこちらのねヘッドセット、そのラグがほとんどというか一切ありません。でこれによってですね FPS をする上においてですね快適であるラグっていうのが一切ないんですよ。まあ、これによってですね、まあ、FPS で遊んでいてもですね全然リアルタイムで情報が送信されるというね、まあ、そういった特徴がまず一つ目としてありません。で次に二つ目の特徴なんですけども、めちゃくちゃ軽いんですよこちら。でなんと全重量 236g なんですね。でこれがめちゃくちゃ軽いんですよ。で実際に持ってみた感じもそうなんですけども、頭にねこうやってつけていたとしてもですね全然重さを感じないっていうのがですね、まあ、こちらのヘッドセットの二つ目の特徴として挙げられるかと思います。はい、でまあ、こんな感じですね、もうこの時点で十分ですね、まあ、いろんな特徴があるんですけども、しかしですね、まあ、こちらのヘッドセットポイントね他にもあります。でこちらね3つ目のポイントなんですけどね、こちら普通最近の主流っていうのがサラウンドなんですけども、こちらステレオの 40mm のドライバーっていうのが入ってるんですね。でやっぱサラウンドじゃなかったらこれちょっとまあどうなの音質って感じなんですけども、しかしこれステレオの 40mm のドライバーが入っていることによってですね、全然これステレオでめちゃくちゃ音質が良くて、その上でですね全方向からどの方向からですね銃声が鳴ったかっていうのが分かるんですね。まあ、こういった様々なですねポイントっていうのがあるんですよ。まあ、これでねまあ価格も結構抑えられておりまして、で例えばですねこれより上位のモデルっていうのもたくさん存在するんですけども、しかしそういったハイエンドモデルに入る前のですねエントリーモデル、まあ初めね FPS 始めたけど、まあ、どういったヘッドセット使えばいいか分からないっていう人向けにですね、こちらのヘッドセットがめちゃくちゃおすすめなんですよ。でヘッドバンドがあるんですけども、しかしこのヘッドバンドですね、なんと長さが調節できるんですよ。こんな感じでな、はい、つけてみてちょっと合わないなと思ったらですね、こちらのバンドの長さをですね、調節した上でですね、こちらゲームプレイを楽しむことができます。はい、つけたらわかるんですけども、これね耳たぶを全く巻き込まないんですよ。でこれによってですね長時間つけていても本当にストレスフリーなんですね。でその上で先ほど言った軽さもあるんですよ。でこの軽さと、そしてつけている状態の全くストレスフリーなこの2つの状態によってですね、まあ長時間ゲームをこうやってねめちゃくちゃプレイしていたとしてもほとんどストレスにならないようなですね、そういった設計っていうのがされています。またこちらね、このブラックが、一色カラー展開としてあるんですけども、こちらねブラックとこのヘッドバンドをですねこの紫のこのカラーリングによって、まあ、かなりかっこよく仕上がってるかと思います。まあ、こういった様々な特徴がありまして、そして最後の特徴なんですけどもね、こちら付属の USB があるんですけども、こちらはね USB を
PC に挿していただいて、でその上でですね、このヘッドセットのこちらの電源ボタンを押してもらうことによってですね、こんな感じで電源がつきまして、でもうすぐにですねゲームプレイを開始することができます。まあじゃあ実際これゲームプレイで使用したらどうなるのかについてね、今から話していこうと思います。はい、で今からですね実際にこちらのヘッドセットの方射撃演習場で試していくんですけども、こちらですね、まあとにかくこのヘッドセットに搭載されている 40mm ドライバーのおかげでですね、この全方位からステレオのヘッドセットにもかかわらずですねしっかりと音が聞こえるんですね。でまたですねこちらのヘッドセット専用のですねこの G ハブというですねロジクールが出しているソフトウェアを使うことによってですね、例えばノイズ除去ができたりとか、またイコライザーがありまして低音を強めたり映画のような音質にしたりとか、あとコミュニケーションこれ会話用のイコライザーですね、まあそんな感じで、まあ、プリセットがデフォルトでこんな感じでたくさんあるんですね。 FPS 用のですね足音がちゃんと聞こえるプリセットもありますので、まあこんな感じでヘッドセットと一緒にですね G ハブのソフトウェアを使用することによって、まあ、こちらのヘッドセットの音質が完成するような感じですね。はい、で今からですねこちらの機能についてはね実際に戦場で試していきましょう。はい、でまあこれねファイトに入る前の段階でもですね、例えばこの弾を拾った音だったりボックスを開ける音、そういった様々な音っていうのがかなり明瞭に聞こえるんですね。まあこれも一つの特徴かと思います。でここからファイトに入るんですけども、正直ですね離れている銃声でもですねどっちの方向から聞こえてるのかっていうのがかなり正確に分かります。でこちら先ほども言ったようにですね離れている敵の音が聞こえるということは、つまりですね、まあ、敵がちょっと距離が空いてたとしても大体どこら辺にいるかっていうのが分かるんですね。はい、でここからがっつりファイトに入っていくんですけども、先ほども言ったようにですねこちら銃声とかそういった音が明瞭に聞こえますので大体の敵の位置っていうのが分かるんですね。でここからですね不意を打たれてこう打たれてしまうんですけども、ここからねすぐに切り返しで打ち始めることもできます。あ、これは普通に単純にクソエイムですね。あ、まあ、こんな感じで敵が来る前からですね、まあ、大体の敵の位置っていうのが分かります。で、まあ、やっぱり FPS ってですね正直この音響っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。っていうのもですねこの FPS 画面から来る情報も当然大事なんですけども、しかしこの音の情報によってですね画面でまだ見えていない敵っていうのをですね確認することができるんですよ。だからそういった音の環境の大事さっていうのも一つ FPS の特徴なんですね。だからその音の環境をですね、まあ、極限まで向上させるためにはですね、まあ、こうした、まあ、デバイスによるですね、まあ、環境の変化っていうのが必要なんですけども、しかしこの、ね、ロジクールの G535 に関してはハイエンドモデルではないにもかかわらずですね、まあ、十分スペックを持っておりますのでね、まあ、こちらのヘッドセットを使っていれば基本的にですねこの視覚以外から来る情報っていうのも正確に捉えることができるんですね。はい、いかがだったでしょうか。まあこんな感じですねこちらのヘッドセットもめちゃくちゃね、まあ音が聞きやすいのでね、まあこちら例えばスモークの中だったりとかそういった、まあ、視認性が悪い戦闘においてもですねかなり戦えることができました。でこちらのヘッドセットですね、まあ、詳細に関しましては概要欄の方に貼ってありますので、ね、ぜひともこちらのヘッドセット購入してみてください。はい、っていった感じで今回の動画は以上となります。もしこちらですね参考になった、またはですねこのヘッドセット欲しいって思った方もしましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。